良い田の久野屋さんに来てます。とりあえずお酒を頼みました。くすみ酒造の清泉です。突き出しです。タコでしょうか。すいません。いただきます。味はどうですか。まろやかな酒で美味しいです。またついでいただいて。今日は両手に花だよ。これから与板地域で話題の汚染ラーメンをいただこうと思います。豆乳が入ってるんでスープが白いんですよ。あー、甘い。まろやかな感じで。具は白菜とか与板の野菜が豊富みたいなんですよ。ガツガツ食うぞ。白菜が美味しいですね。これはキクラゲですかね。うん、キクラゲのまた加減がいい感じで。寺泊とかの海鮮関係も入ってるということで、エビも、例えばエビが入ってます。うん、ね、イカも入って豆乳のスープにシーフードが合うみたいです。麺も太麺で美味しいわ。ボリューミーでたっぷりと入ってる感じがいいですね。女性陣2人が言ってましたけど、今まで食べたことがないみたいな。うわ、美味しい。どんどん進みますよ。汚染っていうのは与板の武将直江兼続の奥方だった方で、その人の名前を取って汚染ラーメンが地域活性化で開発されたと。汚染ラーメンは与板で店によっての味付けや具材とかも違うようで、豆乳は一緒にブレンドされているという。美肌に豆乳はいいということで、女性の心をつかむラーメンじゃないですか。ここまで減りました。スープがもうほとんどありません。うまい。完食しました。ご主人の話だと、この豆乳の臭さを抜いている。出汁はここは魚屋だったらしく、魚介系を使っているようです。日本国中世界の人も食べてもらいたいラーメンですね。久野屋さんの汚染ラーメンをいただきました。